皆様こんにちは、リュークルーでございます。ただいま皆様にはバンクーバーダウンタウンの景色をご覧いただいております。で、実は先月ですね、私 TBS 系のザ・タイムっていう番組にほんまにちょっとだけですね、ほんまにちょっとですよ、出させていただいたんです。で、その番組ではバンクーバーの抹茶事情についてまあお伝えしたんですけれども、まあテレビなもんでいろいろ私いたところ、まあカットになってます。はい。まあそれは仕方がないんですよ。私全然気にしてないです。カットになったことなんて。全然気にしてないんですけれども、まあテレビで映らなかったところ、まあいろいろ取材したので、せっかくなんだっていうことで今日は再編集してみました。で、まずはこちらバンクーバーのスーパーマーケットでございますけれども、もちろんこちらも取材にやってまいりました。ここはね、ちょっとだけ多分テレビに映してもらえたのかなっていう感じですけれども、今から私がだいぶ猫をかぶってカメラの前に立っている様子をどうぞお楽しみください。はい。で、こちらはですね、バンクーバーで人気のスーパーなんですけれども、こちらでは抹茶のエナジードリンクが売ってるということなので見ていきたいと思います。まあテレビ用に撮った映像でございますから、私だいぶ猫かぶってますけれども、それはお許しください。やっぱり TBS 言いましたら東京のテレビ局でございますから、そんなにねやんやん言うてもやっぱりあかんのかななんて思ったところもあったんです。ということで、はい、猫かぶってます。ありました、抹茶のやつ、抹茶ジンジャー、3ドル49セントです。で、この抹茶ドリンク、ジンジャーの味と、あとはレモンミント、ほんでピーチと、ちょっと興味深いですね。抹茶やけど私たちが思っている抹茶とはちょっと違うのか、まあ、買ってみたいと思います。ここにも日本の抹茶セクションを見つけてしまいました。とにかく目を開けて、大きく開けて、そして瞬きせずに語ればいいって思ってるような感じに私には見えました。はい。だからカットだったんでしょうか、まあ、それは分かりませんけれども、まあ、こんな感じでね、茶筅やらいろいろ抹茶の、まあ、コーナーがありますよっていう、まあ、そういうところは紹介していただいてます。で、ちなみにこちらのドリンク、実際に飲んだコメントも言ったんですけれども、私の覚え力というか、まあ、食レポでもない飲むレポがあんまり良くなかったのでしょうか、こちらもカットとなりました。本当にカットになりましたってめっちゃ言ってますけど、私全然カットになったことは気にしてないんですよ。もうそれは私の全然やっぱり伝える力が足りないから、うん、もうそれは全然気にしてないんですけれどね、だから全然そういうことはないんですよ。で、お次はですね、バンクーバー至る所にあるこちらブレンズコーヒーやってまいりました。ブレンズコーヒー言うたらコーヒーって言うてますけど、抹茶のドリンクがめちゃくちゃ揃ってるんです。ということで、ここにも取材に来させていただきました。はい。で、こちらブレンズコーヒーにやってまいりました。こちらね、カナダバンクーバーでは結構定番のコーヒーチェーン店なんですけど、ここでも抹茶ショットと言われる、エスプレッショショットは聞いたことありますけど、抹茶ショットというなるものが売ってるそうなんで、チェックしたいと思います。こんな感じでお店の前にもですね、抹茶ってでっかく宣伝してますんで、抹茶だいぶ推してるようでございます。行ってみましょう。いつもあんだけね、関西弁しいえです言うて、よろしくお願いします言うてね、関西弁で言うてるくせに、ちょっとテレビで映させてもらいます言うて、まあ日本語おかしいですよ、分かってますけどもね、そんなテレビっていう言葉出たら急に私も関西弁をちょっと抑え気味で標準語で喋るっていうね、もうこのね、やっぱ自分見てたらね、ちょっと恥ずかしくなりました。皆さんすいません、ちょっとした裏切り行為でもあるんじゃないかって私思いましたわ。はい。なので、もしまた次テレビ出る機会あったら、もう全然関西弁で行きます、もうこれ誓う。ということで、抹茶ショットいただきます。苦いけど旨味ある、これが抹茶、もうまさに抹茶のお抹茶に薄茶って感じですね。バンクーバーって結構、まあ、ビジネスマンの方とかがエスプレッソショット代わりに抹茶ショットとかお抹茶を飲むっていうことも最近流行ってるみたいです。猫をかぶって抹茶をすする、そしてカットされる。ちなみに引き続き猫かぶっていきますんでね、その辺ご理解いただければというふうに思います。それではご覧ください。で、カフェイン取るっていう部分では、コーヒーより抹茶の方がカフェイン含まれてるっていうのもあってね、これからもっともっと流行っていくんじゃないでしょうか。そんなポテンシャルを持ってる抹茶だと思います。はい。こちらがカナダの抹茶専門店です。では早速お邪魔したいと思います。ちょっと今回猫かぶり注意報出すぎちゃいますか言うて、私もそれはほんまにそう思います。でもね、何が一番怖いって、私これ撮影してるとき、自分がこう喋ってるときね、全然猫かぶってるっていうのをそこまで意識はしてないんですよ。普通になんかああいうテイストで喋ってるんですよ。その自分が一番怖いなと思ってます。
ということでね、店内入った後も上ずったなんかよそ行きな声で喋ってるんで、もう私自分自身聞いてて恥ずかしくなってきましたんで、ここからはちょっとアフレコで失礼させていただきます。はい、ちゅうことで店内はね、ほんまに正真正銘もお抹茶専門店ちゅうことで、もうここがカナダバンクーバーやでいうことを忘れんといてなー言うて、はい、もうちょっと極端に今度関西弁を強めようとしてる私がおりますけれども、そんなことしてバランスが取れるっていうことではないんですよね。で、店員さんもかなりカジュアルな感じ、もう日本でお抹茶をいただく、お抹茶を呼ばれる言うたらね、まあこんなカジュアルな感じではなかなかいけない。まあお着物を着て、羽織袴を着て、まあそれは言い過ぎやけど、掛け軸を見てね、あ、こうは、あ、今日はこの季節やからこの掛け軸で、あ、あの作家さんのあの有名な掛け軸で、あ、おもてなしを受けて、そして、畳、まあいろいろ作法ありますけれども、守りながら、最初にお菓子を、あの甘いお菓子をたっぷりいただいて、なんでやろ、喉乾いてるのにさっき甘いお菓子全部一気にいくんや。ちょっと一口抹茶飲んでからお菓子入れて、ほんで抹茶飲んでってやりたいけど、それは許されない。だってそれは作法じゃないから、甘いのを全部食べて、でもう口甘々になって、そろそろ苦いの欲しい言う時にお抹茶をギュッギュッギュッと三口に入れて飲むっていう、まあこういう作法、まあ私これ全然わからなくて適当なこと言ってるか、本当にお抹茶のちゃんとやられてる方、もう私どついてくださったら結構なんですけれども、はい、まあ、これは本当に比喩で、比喩、ちょっと例で言ってるだけで極端な例でね、カナダバンクーバーはかなりカジュアルにお抹茶をいただく、こんな場所もあるよということでございます。私お抹茶の作法全然わからんのにごちゃごちゃ適当なこと言うて本当申し訳ないんですけれども、まあ、実はカナダ人の中にもこのお抹茶の味だけじゃなくって、こうお茶のなんていうんですか、作法、そういったのを実際楽しんでされてる方っていうのもいらっしゃるそうでございます。でこちらお抹茶を出してくださった店員さんの所作も大変美しくて上品で、見ていて惚れ惚れいたしました。 Thank you so much。ということで抹茶出していただきました。多分薄茶みたいな感じですね、日本でいう。すごいこだわった宇治の抹茶だそうでございます。では早速いただきたいと思います。めちゃくちゃ久しぶりのめちゃくちゃ久しぶりのめちゃくちゃ久しぶりの本格的なお抹茶です。ごめんなさい、作法ちょっと分かんないけど、いきます。私ここで言うのもなんですけど、コーヒー苦手で、お抹茶とか結構緑茶も好きなんですね。美味しい、もちろん苦味あるんですけど、いいお抹茶あるあるの、旨味っていうんですか、出汁みたいな感じ、極端に言えば結構口の中に旨味がブワーって広がって、苦味より旨味が勝ってます。めちゃくちゃ美味しい、うん、この美味しさがカナダの人に伝わってるっていうのが嬉しいですよね、日本人として。ということでいただきます。うまみが勝つっていう感じ、苦みがガーンってくるイメージ私も多少あったんですけど、でもうまみ、舌の中がパワパワってする感じです。めっちゃ美味しい。お店にいる方、日本人の私よりも抹茶に詳しい方ばっかりで、結構衝撃を受けております。はい、でここからはですね、番組の中では全カットとなりました。もう一回言います、気にしてないんです。まあ撮ったからせっかくなんで皆さんに見ていただきたいって、そんな気持ちなんですよ。なので、はい、見てください。今から抹茶を私が家で立てて、そこにカナダの名物でありますメープルシロップを入れて飲むと美味しいよっていう、そういう報告の映像となっております。相変わらず猫はめちゃくちゃ被ってます。猫多分10匹ぐらいは被ってます。そちらご了承いただいた上でご覧いただけますと幸いでございます。抹茶の苦味が苦手っていう方はですね、カナダ特産こちらのメープルシロップをちょっと入れてあげるとだいぶ飲みやすくなります。で、作り方はめちゃくちゃ簡単。お抹茶をですね、まあこういう感じでお好きなカップに入れて、お湯をまあ少量入れます。もうこの子全然あかんからな。もう私今さっき商店街で買い物しとったんやけど、アフレコどうですか言うて、関西弁でやってくれませんか言うて、私も変わらしてもらうわな。ほんでまあこうやって抹茶の粉入れて、お湯バー入れて、ほんなもうスプーン揺れるぐらい、ほなシャカ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 しますんや、このカップの中で。ほんでまあお抹茶言うたら、ほんまた立て方や言うて、いろいろあるんよ。のの字を書いて立てるとかね、あるんやけれども、今日はまあカジュアルに飲みましょうやないのに話でやってるみたいやわ。ほんでこの子なんやの、まさか邪道なことするんちゃうやろな。メープルシロップ横置いて。まあまあメープルシロップ言うたらスーパーでもたまに売ってるけど、あれ高いね。安はないわ。もう私のあれや、もう蜂蜜。蜂蜜もまあ高いけど、蜂蜜はあれやからな、喉にええから、私らも蜂蜜買うね。ほんでこの子ね、メープルシロップ入れた抹茶すすって、はい、美味しいです言うんちゃうか。
はい、飲みやすいです言うてるけど、まあ、おばちゃんらの感覚からしたらお抹茶は苦いから美味しいんやな。まあそれがまあこの子らまだ分からんのちゃうかいう感じで私は思うわ。もう私らな喫茶店行ったらもう冷凍や未凍や言うてまあいろいろ言うけども、もう私はもうお砂糖いらんねん、そのままのホットでええねん。なんこの子最後牛乳入れるんかいな。まあね、まあ牛乳入れる言うたら邪道やけども、まあ牛乳最近若い子飲まへんからね、まあどんな形でも牛乳飲むっちゅうのはええことや思いますわ。まあえらい美味しそうにできてるんや。もう私ら毎回病院行ったらお医者さんにもう牛乳飲みなさい言われんねん。もうやっぱ骨密度やなんやあるやろ、なれ牛乳でやっぱカルシウム入ってるからな、それ飲みなさいよ言うても絶対病院のお医者さん言いはんねんな。もう私もねこれ最後まで喋らせてもらったけどこれでよかったんかいな。この子えらいなんか必死に喋ってるんちゃうのこれ。ええの？このままでええの？うん、ミルクあれば断然おすすめ。砂糖の代わりに良ければメープルシロップ試してみてください。噛んだ。砂糖の代わりにどうぞメープルシロップもぜひ試してみてください。あかんわこの子めちゃくちゃ猫かぶってるわ今日。もう私らそんなん商店街で取材です言うて東京のテレビ局です言うて取材あんねん。たまにな大阪のおばちゃん言うてあんなの取材しはんねん。私らも一切猫かぶらへんで、もうこのままや、このままでええねん。ということで皆様、最後はかなり大阪のおばちゃんに乗っ取られましたけれども、いつも動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。また次の動画ですぐお会いしましょう。バイバーイ。